山崎里氏は、群馬県瀬田郡富士見村出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は埼玉西武ライオンズの打撃投手を務めている。1999年の県大会準々決勝で17、脱三振、関東の活躍を見せ、チームを19年ぶりのベスト4に導いた。この年に優勝したのは、小田順が率いる気流第一高等学校で、 甲子園でも群馬県勢で初の優勝を果たし、正田は1999年のドラフトで日本ハムに一巡目で指名されて入団した。平成国際大学に入学後は1年秋に新人賞を獲得し、4年春の体上版大学戦では7回参考記録ながらノーヒットノーランを達成して注目された。リーグ通算19勝。ドラフトでは近鉄。 オリックスロッテ、西部の4球団が獲得を狙っており、最終的に西部ライオンズへ自由獲得枠で入団した。2004年5月8日の対日本ハムファイターズ戦で、プロ初登板を果たすと、5月12日の対福岡、大英ホークス戦では、西口文也の故障によって、プロ初先発、6回2失点に抑える高騰を見せ、プロ初勝利を挙げた。 6月に降格するが、シーズン後半に再昇格して14試合に、登板する。2005年は、中継ぎで5試合に登板し、4試合で失点する、結果に終わった。2軍でも、防御率6点台と力を発揮できなかった。2006年は、オープン戦で高騰するが、故障により、開幕1軍を逃し、そのまま昇格することなくシーズンを終えた。同年オフ。 9年ぶりの開催となったハワイウィンターリーグに山本歩みと参加する。2007年はホワシカズユキの不調によって松永博則と先発左腕の座を争うことが期待された。開幕一軍は逃したものの4月に昇格すると中継ぎとして高等を続ける。8月に星野智樹が降格したため貴重な左腕として活躍した。球速は 四キ1 4 4トルと落ちたが、請求面で課題を克服し、中継ぎとして復活した。チーム3位となる45試合に登板し、自己最高の防御率3点台を記録した。2008年も開幕1軍を果たすが結果を残せず、3試合登板して、降格。その後は、最小格することなく終わった。2009年も1軍登板なしに終わり、オフに、 背番号が29へ変更された。2010年も一軍登板はなく、2011年10月9日に、球団から戦力外通告を受け、12月2日に自由契約公示された。2012年2月7日、ベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスに、投資コーチ補佐権育成コーチとして入団した。2012年5月2日、西部と打撃投資として契約した。 ありがとうございます。